します。ねえ、トミー。かわいい。最初はグー、ジャンケン、ブー！あっち向いて、ほい！お疲れ様です。練習終わりました。今からアイスバスみんな入りたいと思います。はいはーい。お疲れ。お疲れ。冷たい？冷たい？冷たい。冷たい。冷たいですか？冷たい。アイスバス乗ってきます。ザーザーいるから。ザーザーの少なくないですよ、氷。あー冷たい。めっちゃ冷たい。どうどうぞ。冷たい。あーやばいね、これ氷結構入ってるもんね。こっちやばいっすか。でもこれワールドシリーズだと水見えへんもんな。マジでやばい、やりすぎやろ。だからこれぐらいならまあまだいけるって感じか。いやー今日の練習結構きつかったね。試合形式もあってしかも暑いしね。でもなんかあったかい方がよくない？春が来たって感じ。まあお疲れです。お疲れです。こんな感じでアイスバスを入ってリカバリーをします。トシ、はい、お疲れです。お疲れ様です。どう、はい、今日はきつかった。暑かった、はい、でもあったかい方がいいよね。きついきつい。きつかった。体重は落ちてる？落ちてマジで。何キロ落ちた？5キロ。絶対嘘やん。ビーストお疲れです。お疲れ。ビーストやば。最後は中澤さんで締めたい。いややばいね。お疲れ様です。お疲れ様です。どうすか合宿。合宿どうすか。合宿は、まあ、もう終盤に入ってきて最後試合あるんでそれに向けていい練習ができていると思います。ありがとうございます。今回から復帰どうすか。ウッディきつい。きつい。久しぶりやばい。ついていけん。いやまあこっからでしょ。切り返しがやばいね。あまあね、本当にアタックずっとしてて、うん、急にディフェンスだった時ね。とあと普通にオーバーチェイスしようみたいな。ウティずっとやっててもきつい。頑張ろう、まあ、頑張ろう頑張ろう。練習後は手洗いしてね。やれる場合大事です。帰りましょうか。帰りましょう。ああいう形で手洗いうがいとかしっかりこうしてなんていうんですかね、自分をこう菌から守るっていうのもアスリートとしてすごい大事なことなんで毎回継続して合宿中でもずっとやってます。今日この後はどんな感じですか。今日は午後がオフなので、はい、試合に向けてしっかりこう映像を見たりとか、はい、あとまあ体を休めたりしたいなと思います、うん、まあゆっくりかな。しっかりリフレッシュして体も休めて、はい、まあ、でも試合ありますけどすごいいい合宿になってるんじゃないかなっていう感じがするので、まあ、充実してますよね今回結構。そうだね、うん、結構やることやって確認してキックオフとかもすごい良くなってるよね。そうそう、うん、でなんか全体的にすごいレベルアップしてて、うん、いい合宿になってるんじゃないかなと思って これを、ね、試合で最後の2日試合あるんでそこでこう成果として出ればいいなって感じです。それ出したいですね。そうですね。コロナとかなかったらいろんな人見に来てセブンズしてもらえたらよかったんですけどね。ちょっとそこが残念かなって感じで、まあ仕方ないことなんで頑張りましょう。頑張りましょう。今の心境どう思いました。どう思いました。さっきなんか本当に置いてかれるのではないかな。でもちょっと欲しがってないでしょ。いや欲しがってない。行きましょう。行くよ。しっかりと選手だぞ。返しましょう。 OK。 気持ちで
ないし。よいしょ。出てます。はい。出ますか。はい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 。合ってるよ。いやいや、もう倒れた。でかい、でかい。返し、もう一回。そう。これが令和の先生スタイル。はい。やばいんだよ。成長する機会を絶対逃す。結構おるよ。いいかもしれない。いいね。いいね。あと1個目が欲しいです。あと1個いるな。あと1個何でしょうか。皆さんこんにちは。7人制日本代表の彦坂です。今日は皆さんに日常の生活の中でできるトレーニングを5つほど紹介したいと思います。ぜひ参考にしてくださいね。基本椅子には座りません。通勤通学におすすめ。圧倒的強者はこうやって飲む。舐められない。アサ、おい、成長する機会を絶対に逃すな。はい、レアのサザエさん。今こそワンチーム、ワンチーム。